競売スタイルです。今日は東京で美味しいモンブランを5つご紹介します。1、和栗屋谷中店。日暮里駅から徒歩7分、谷中銀座にあるこちらのお店は和栗を使ったスイーツが有名なお店。会員制の超人気店モンブランスタイルと同じ会社がやっているお店です。こちらはモンブランとほうじ茶のセットで1300円となります。店内は和モダンで素敵な空間です。上に金粉が乗っていて、くるくると綺麗にマロンペーストが飾られています。四隅には砂糖が散りばめられていて、甘さをご自身で調整することができます。こちらのお店の一番の売りは、なんといってもこのマロンペースト。マロンペーストに使用している和栗自体が超絶品で、砂糖でごまかしていない天然の美味しさを感じます。濃厚な和栗の自然の甘さが本当に美味しいです。あまりにも自然な甘さで、ケーキを食べている罪悪感さえ忘れてしまいます。比較的生クリームも少なめで、スポンジは不使用、中にはメレンゲが入っています。このメレンゲがまた美味しく、本当に自然な甘さという言葉がぴったりな一品です。今年の一押しモンブランです。2、森吉田パリ。渋谷スクランブルスクエア1階にオープンしたお店で、パリで活躍している日本人パティシエのお店です。なのでこちらはまさに逆輸入モンブラン。人気店なので、日によっては整理券を配っていたり、閉店までに売り切れてしまうことも。見た目はクリスマスツリーを思わせるような華やかでゴージャスなデザイン。王道に大人のアレンジが入ったモンブランで、マロンペーストはまさに王道の味。全体的に砂糖がかかっている割には、甘いけど甘すぎない絶妙なラインをついています。マロンペーストも生クリームも滑らかで、舌触りがとっても気持ちいい。そして食べた後にほんのりとラム酒が香って、とっても美味しい。お値段が918円で、ちょっぴり高級なんですけれども、パクパクとフォークが進んでいきます。そしてこのモンブラン、なんと外側にはパイ生地がついています。中には栗も入っていて、本当に贅沢な一品です。ゴージャスな大人のモンブランをぜひご賞味ください。3、アステリスク。代々木上原駅徒歩2分の場所にあるこちらは、2017年から食べログ100名店に選ばれ続けているケーキの名店です。店内には美味しそうなケーキでいっぱい、お取り置きもできます。スポンジ不使用で、ベースにはメレンゲが使われています。その上にくるくると上品にマロンペーストが乗っています。こちらのお店の特徴は、このこってりとした濃厚なマロンペースト。まるで和菓子の練り切りのようにしっかりしていて、食べ応えがあってとっても美味しい。味に深みがあり、一口食べた後に香るラム酒の香りは大人の味。この美味しさでお値段600円と、とっても良心的です。ベースは一瞬綿あめを彷彿させるようなメレンゲで、中にくるみが入っていて食感も楽しい。このくるみがスパイス的な役割も兼ねていて、和栗のモンブランの味をより引き出しています。中には栗も入っていて、まさにモンブランのフルコースが味わえる贅沢な一品です。4、みゆき館銀座。銀座に3店舗あるみゆき館は、レトロさが魅力的なカフェ。こちらは銀座5丁目店。店内はクラシカルな雰囲気で、銀座以外にも店舗があり、テイクアウトもできます。ザ・オーソドックスな見た目と食べやすいサイズ感、いいとこ取りで非常にバランスのいいモンブランのため、通称銀座で一番売れてるモンブランと呼ばれています。食べログとかの点数はそこまで高くないんですけれども、私は大好きなお店で何度もリピートしています。濃厚な和栗の甘さが美味しい一品で、スポンジ不使用、ふわふわサクサクのメレンゲをベースにしていて、食感、味ともにとっても美味しいです。上質な和栗の純粋な甘さと、お砂糖の甘さ、控えめな甘さのメレンゲと、とにかく相性が抜群です。テイクアウトでお値段811円、もっと評価されてほしい一品です。5、アテスウェイ。吉
祥寺と西荻窪の中間にあるお店で大人気店。別動画でもご紹介しましたが、都内のモンブランを語る上で絶対に外せないお店なので、今回もご紹介。どちらの駅からも徒歩15分ほどかかるので、アクセスは悪めですが、オープン前から行列ができている大人気店です。人々のお目当ては、予約不可のモンブランで、午前中には売り切れてしまうことも多い人気商品。一口食べると、甘いマロンペーストが口に広がり、幸せな時間が流れます。このボリュームでお値段680円。生クリームの部分も多めで、和栗と洋栗を両方使用しているところがポイント。高さもあり、甘いのですが、全然くどくなくってペロリと食べれちゃいます。毎年9月中旬から5月中旬頃まで販売されています。全国のモンブラン好きの方に一度は食べていただきたい一品です。ご視聴ありがとうございました。